はい。皆さん、こんにちは。村長です。先日からですね、ミュージックビデオ用の字幕が便利に入れれるソフトを開発しまして発表しました。その件につきましては、この動画ではなくって、一つ前の動画を参考にしてください。概要欄にも貼っておきます。ただ、そのソフトを出してからですね、ブリューの AI 画像を自動で入れたりするのがとっても便利だからもう少し便利にですね字幕の入っている時間をですね若干前にずらしたり後ろにずらしたりそういうことが簡単にできないかなっていうことで相談を受けたりよくします僕も自分の開発の方に頭がいってましてですね 細かい検証はしていなかったんですけれどもその簡単に動かせないというのは研究不足ですブリューの方では簡単に文字のタイミングこれをずらすことができますちょっとそれをお話ししてみましょう例えばここに「葉っぱッパ一緒に飛ぼう」というのと「葉っぱパハチもカラスも」というふうな2つのクリップがあります わかりやすいように、こうやって字幕の色を変えてあります。ちょっとこれを再生しましょう。先に言っておきますが、8もカラスもと言ってから、次のハッパッパの字幕が出るのが少し遅めです。ちょっと見ていただきましょう。ここで、その2つのまだ前、ここから再生をしてみます。再生するときは、ファンクションキーの5番を押します。 少しですねずれてるのを確認してくださいはい2回目の「ハッパッパ、はもからすもの」ハっと言ってからぐらい。 赤い字幕が出たと思います。よく見ててください。もう一度やります。わ<い>かりましたでしょうか遅いと僕言いましたよね。ずれてるんです。もっと便利に編集できないか いくつかのお友達や使っている方から相談がありましたけれども、ちょっと今日僕はきっちりですね、検証をしてみました。そしたら、全然難しくないです。一緒に飛ぼうのこの最後のハテナマークがありますけれども、例えばこんな風に長くなっているわけですね。これをちょっとこのように短く、わかりますか このようにします。もちろん時間も出ていますのでもう一度コントロール Z はいここでここからですねこのぐらい下げてみますねこれでもう一度鳴らしてみますよく聞いててくださいくん まだ遅いですね。じゃあ、もう少し。このハテナマークをダブルクリックします。こういうふうになります。じゃあ、ここにします。はい、合ってきましたね。まだちょっとタイミングが早い方がいいですので、これをここに持ってきます。 この「ハっていうのがこの音の波形のここですですからこのようになればもう完璧だと思いますはいこんな感じにですね簡単に編集ができますこの「はてなマーク」をですねこのようにダブルクリックしたりするとですね こういうのがあるんですけれども、まあこれがどういうことかというのが、なかなか細かいところのマニュアルというのが多分なかった。 たんんじゃなないかなと思うんですけれどもこういうところがわからないからですね皆さん迷って微妙に前にずらしたり後ろにずらしたりというのができないと思ってらっしゃる方も多かったと思うんですけれどもそんなこと,はないですとっても簡単にできますのでこれでですね調整をしてからそしてこのクリップに対して例えば「葉っぱっぱ一緒に飛ぼう」というのがあったとしますよね。 それはですね、ここで挿入からテキストで画像を生成というのを押します。そうしまして、ここでですね、今、まあ、葉っぱの絵が出ていますが、一緒に飛ぼうだから、葉っぱが飛ぶような、葉っぱが舞うというふうにしまして、結果を見るボタンを押します。ちょっと思うのが出てきませんね。右の方で探してみましょう。 まあ適当なのが今は見つかりませんのでこれを入れてみましょうこういうふうに AI の絵を入れることができるわけです話をもう一度戻しますが字幕のタイミングというのはですねこのハテナマークをダブルクリックすることによって長さの調整というのは簡単にできますので皆さんこれをやってですねジャストなタイミングに 歌詞の字幕を入れてみる。これをやってみてください。再度言っておきますが、僕の新たに開発しました歌詞を便利に入れれるソフトウェア、それの URL は概要欄に貼っておきます。それでは素敵なミュージックビデオを皆さん頑張って作りましょう。村長スタジオでした。